はい、タバコの喫煙動画始めていきましょう。今回はじゃーん、ロングピース、久々にね、購入いたしました。ロンピーですね。値段が、500円だな。500円です。あー、高くなったね。値段上がったな。値段上がったね、ロンピーも。ちなみにショートピースが、10本で、250円ですから。まあ、これと本数的に言えば、一緒、値段としては一緒なんですよね。ということで、ウィッシュ。あ、カルピス梅。久々に吸っていこうかな。ああ、そうだ。タールが21ミリの、ニコチンが 1.9 ミリです。最近ね、手が震えてですね。手が震えるんです。足も震えるんですけど、手もね、なんか震えるんですよね。なんかね、いきなりね、ピクンってなったりするんですよ。いきなりなんかピクンってなったりするんですよね。多分これなった人じゃないとわかんないと思うけど、これなんでなってんのかな。酒はほとんど飲んでないから、よく言われるのがなんか、酒飲みすぎて、なんか手が震えるっていうのを聞いたことがあるんだけど、もうここ半年ぐらい、ほとんど酒飲んでないですからね。飲んでも毎日、まあ、ビールの1本ぐらい、そんぐらいな。そんぐらいしか飲んでないから、ね、微妙だな。やっぱ微妙だな。ロングピース微妙だな、なんか。いや、本当はショートピースが良かったんですけど、ショートピースって、まあ、コンビニにほとんど売ってないんだよね。うん。ショートピースはね、ほとんど売ってねえんですよ。まあ、それもそのはず。あれ、両切りですからね。両切りタバコなんで、まあ、フィルターないんで、多分吸う人がね、ほぼほぼいねえんだと思うね。うん、ああ。まあ、ほら、申請とかさ、ゴールデンバットももう、フィルター付きになっちゃって、もう何年か経ちますけど。まあ、やっぱり、両切りはやっぱね、うん、両切りな上にあれですから、タール値が28ミリですからね。ほら、普通にさ、
まあそもそもタバコ吸う人がいなくなったっていうのもあるし、それに加えてタールチとかがすごい、まあ1ミリとかのさタバコ結構吸ってる人いるじゃないですか。だからまあきつすぎるんだろうね。多分このロングピースですらかなりきついっていう人が多分大半なんじゃない。まあ俺は別に慣れてるからいいけど。そもそもそんなに灰入れないんで。まあいいんだけどさ。まあ両切りってなると、まあそのままさ、両切り吸ってる人もいるけど、俺はいわゆるシガレットホルダーに刺してね、吸ってますけど。両切りの頃のゴールデンバットぐらいから、始めたんで、タバコはね。まあ確かにきついんだけど、逆に言うと、めちゃくちゃ、風味が強いんです。強いタバコっていうのは、それと、その数値に比例して、風味が強いんで、食事とかに、ねえ、で言うならば、例えるならば、フランス料理とかさ、クソみたいに味薄いっしょ。ほとんど塩分が多分含まれてないタイプのね。もうクソみたいに薄くて、これ何なのこれっていうレベル。まあ一回、フランス料理時代ほとんど食ったことないけど、一回食ったことあるのが、確か中学生の時の、あれ、修学旅行だったかな。修学旅行でさ、テーブルマナーみたいなのさ、教わってさ、フランス料理さ、食べたことあるけどさ、くっそみたいに味が薄い上に、くっそみたいに味薄い上にさ、皿がこんぐらいでかいくせにさ、中身がこんぐらいしか入ってないの。ちょこんって、なんか、乗ってんの。で、フランスのそのフルコースとかで、だったんだけど、一皿パクってさ、ほぼほぼ一口で食えるレベルのさ、やつをさ、時間かけてさ、何個も何個も来るんですよね。食べ終わったらまた次来て、で、また食べ終わったら次来てみたいな。時間かかるんですよ。だから時間かかることによって、大した量食ってねえのに、満腹になるっていうね。だから俺はそれよか。フランス料理は、嫌いなんです。中華料理が好きです。ラーメンとか餃子とか、ね、そういった類の。やっぱ中華料理かな。一番、コスパがいいっていうのもあれですけど、フランス料理って無駄に高いでしょ。無駄に高えんだわ。
あれが気に食わないのよね。まあ俺の金で食ったわけじゃねえけど、なあ、それだからいいけど、わざわざあんなの金出してさ、あの空気にはなんないよね。めっちゃ手震えるわ。やばい。今日先生に、言われたけど、今日精神科行って、先生に、その、手が震えたりとか、なんか動悸が激しくなったりとか、そういうの言ったら、まあ、パニックの症状ですね、とか。パニック障害っていうのがあって、まあ一般的に見られるパニックっていうのは、いわゆるさ、火災とか起きてさ、デパートとかで火災が起きてパニックとか言うでしょ。ああいうのじゃなくて、パニック障害っていうのは全くのそのパニックっていう意味が全く違うんですよね。で、特に、前触れもなく、いきなり発作が始まって、動悸が激しくなったりとか、まあそういう人いますからね、いっぱいね。パニック持ちの人は結構いますから。うん。あれも多分あれでしょ。なんか、原因不明でしょ。原因不明。おそらくストレスではないかって言われてるけど、大体何でもかんでも、とりあえずわかんねえから、ストレスのせいにしとけや、みたいな。ジンマシンだとかさ。まあ、俺も、ジンマシン持ちだからさ。わかるけどさ。あれもストレス性のジンマシンですって言われてさ。もうずっとだね。ジンマシンもね。ジンマシンももう、どんぐらいか、中学生か高校生ぐらいからもうなんかジンマシンがあってさ。夜中にさ、痒くなって、かくんすよ。足とか。かきまくって、で、血だらけになってとか。血だらけになって、そんで、その、かさぶたがさ、できて、でもさらに、その、かさぶた、なのに、また書いちゃって、で、また血が出て、みたいな。まあ、そういったのがもう昔からあったんですけど。まあ、ジンマシンと似てるのが、アトピーね。具体的にジンマシンと何が違うのかって言われると全然わかんないですけど、まああれもおそらくストレスが原因だとかってね、言われたりして、で人に感染しないですからね。ジンマシンもね、アトピーも、人に感染しないです。だからあるとしたらそのジンマシンのその、親がジンマシン持ちで、とか。で、確かそれもないんじゃなかったかな。いわゆる遺伝的に、アトピーとかが、ね、受け継がれるっていうことも多分ないって、確かググったら書いてあったんですよ。あ、でも結構ね、みんな映るとかって、ね、多分思ってる人は大半なんでしょうけど。
まあ、エイズとかだったら、セックスすれば移るけどさ。多分。でも、ジンマシンとかは別に、その肌とかを、直に触れたりとかってしても、まあ別に、移るっていうことはないんですけどね。ただ、足が傷だらけっつうか、ねえ、跡だらけっすからね。俺の足なんてマジ、跡だらけよ。傷跡だらけ。だって、かさぶたが治ってないのにさ、書いちゃうんだもん。で、その書くのも、寝てる最中に書いたり してるから、ほぼほぼ、無意識のうちに書いてるんですよね。で、まあそのジンマシンの薬は、毎日飲んでますけど、まあ多分あれ治んねえんだろうな。慢性ジンマシンは治んねえんだろうな、多分な。おそらくもう治んねえんですよ。冷え性とかと一緒で、多分治んねえんですよ。俺も冷え性も持ってるけど。あれ治るっていうもんじゃないでしょ。まあいっぱいそういうのありますよね。とりあえず原因不明。で、原因不明のやつって大体、ほぼほぼ、人生の、ずーっと死ぬまで多分、隙間を取ってくるんですよね。だから特効薬がないっていうのっていっぱいありますよね。うん。特効薬もなけりゃ、その、症状を抑える薬も下手したらなかったりとか。ね、そういうのもやっぱあると思うんですよね。アレルギーとかさ。アレルギーとかね。で、アレルギーとかも、ね、花粉症だったりとかもさ、まあ、いつ何時になるかなんてわかんないんですよね。だから、今の時点で、なったことないけど、下手したら明日なるのかもわかんないっていう。っていうのは結構あるんで。うん。最近ね、カフェインが、過敏症になっちゃって、カフェインの、まあ、コーヒーとかさ、コカ・コーラとかさ、ああいったの飲むと、動悸がすげえ激しくなって、なんか心臓がこう、ぎゅーって握られてるような、苦しいのが一日中ずっと続くんですよね。なんで、今日 Amazon でこちら購入いたしました。じゃじゃん。カフェインレスコーヒー、インスタントコーヒー。これがですね、カフェインの残留率が 0.3% 未満と書かれてて、まあ、0.3% 未満だったらいけるだろう、多分。とは思うんですけど。これも実際飲んでみないとわかんないですからね。だって俺コカ・コーラでもなるからね。コカ・コーラってコーヒーの6分の1ぐらいしかカフェイン入ってないんですよ。それなのに俺飲むとダメなんで。まあコーヒーとか大好きなんだけど、飲めないんですよね。だからカフェインレスだったらワンチャンいけるかなと。まあ 0.3% 未満ですけど。でもやっぱ若干入ってるんですよね。やっぱりね。
で、先生もね、そのこと話したら、まあ、カフェインは本当に毒なんで、飲まない方がいいと言ってました。ということで、ロングピース、三つ星、ご視聴ありがとうございました。